こんばんは、田中彫徳のカメラノートスペシャルです。このショートムービーは佃島の私のカメラジャングルから発掘された歴史的なカメラを中心に、いろいろなためになる話、同時にためにならないバカ話の両方をですね、お話していこうと思いますので、よろしくお付き合いください。それで今宵はこのカメラ、エキザクタ 2B のお話をします。まあ30年ぐらい前からカメラエッセイで時々エキザクタの話をね書くんですけれども、エキザクタの不思議なカメラデザインというのは、まあ戦前1930年代半ばだっけ、その頃からね登場して、それでまあ当時としては実にこの夢のカメラだったわけですよね。とにかくライカの場合は一眼レフじゃないから、望遠レンズとか接写レンズなんかではうまくレンジファインダーが働かないというわけで、でそこで登場したエキザクタカメラというのはカメラ本体だけで一眼レフですから、当時は一眼レフって極めてマイナーなっていうかレアな存在だったからね。それで日本のカメラ雑誌に紹介されて、いろいろと一眼レフ、 35mm 一眼レフカメラの、まあ、優位点、メリットをね書いて、で最後の一言がいつもいいんですよね、ワンフレーズ、みんなうわーっと盛り上がって最後のワンフレーズでがっかりする。そのワンフレーズというのは、値段は聞かぬが花。いいよね。その値段は聞かぬが花のエキザクタですけども、まあ戦前はこの浮き出し文字で、私なんかそれをいつもカメラのバロック様式と呼んでたんですよ。実にクラシックなね、いい感じの。それが、1950年代後半で、大きなモデルチェンジをしまして、それで 2B というモデルになってから、エキザクタ2の B 型ですよね。これそれからこういう普通の、 あのすごいシンプルなデザインになりました。それでこのカメラで、まあ皆さんご存じのように一番有名なのはヨセフ・クーデルカがね、このカメラを使って、1968年の8月のあの終わりの、プラハ侵攻を撮影したというので、それで有名になりましたね。彼はエキザクタ 2B に、カルツ・アイス・イエーナーの当時の超広角レンズフレクトゴン 25mmF4 というのをつけて、それで、ソ連軍の、戦車を取り囲む、プラハの民衆の姿を、ドキュメンタリーしたというね、有名なシリーズですね。まああの時の話っていうのは、その後いろいろ後日談があって、それで一連のプラハの春のてかソ連の戦車が侵攻してきた時の写真を西側に持ち出したというのは、プラハの工芸美術館の後館長になりましたアンナ・ファロバという女性の方です。それでまあインターネットも何もない頃だからね、大変な、まあ、決死の覚悟でというか、誰かが持ち出さなければその映像は、まあ、外にこう拡散することはないというわけでね。それでアンナ・ファロバさんはちょうど、まあ、社会主義時代、弾圧されていた時代の有名、あのいわゆる自由化の、重要なメンバーの一人、77憲章ですよね、チャータン77の主要なメンバーの一人で、それで東京オリンピック1964に来た、チャスラフスカさんなんかもそうなんですけどね、チャスラフスカさんパーティーで私会ったことあるし、その前にあの電話インタビューをプラハからやったことあるんですけど、その話はまた別の時にしますけれども、それでチャスラフスカさんは、その77憲章の活動家をしている時に、
最初 の、まあ、あの共和国になってからの大統領バーツラフ・ハベルとかそういう人たちの、まあ、グループに加盟していたわけですよ。当時からするとボルシェビキからすると実に危険な反動分子というわけなんだけどね。で、まあ、若い頃チャスラフスカさんとか、まあ、いろいろな、まあ、あの自由を目指している皆さんの集合写真というのがあって、それでこれはベラあのああのベラじゃないやチャあのアンナ・ファロバさんね、うん、工芸美術館の後で館長になったアンナ・ファロバさんですけども、ミニスカートのお姉さんでね、60年代なかなかねかっこいいんですよ。それでその集合写真でね、一番なんか覇気のないなんかオタクっぽい犬を連れた青年というのが元の後のバーツラフ・ハベル大統領って言うんでね、人間何がどうなってどうなるかわからないということですね。それでアナ・ファロバさんが住んでたのは、チェコのボヘミアの南部のリンツ、あのオーストリアの国境に近いところのチェスケ・クロムロフというところで、なかなかあの古いいい感じの街なんですけどね、まあ、チェスケ・クロムロフよりか私が好きなのはそのから20キロぐらい東に行ったテルチェというところなんですけど、どちらもまあバロック時代の町並みがそのまま残ってしまうというような素敵なところです。それで話を戻すと、ヨセフ・クーデルカがね、エグザクターカメラ、このまさにこれ 2B、 これを手に入れて広角レンズが欲しいと思った。で彼はその前に、プラハのあの劇場の照明係を、照明のスペシャリストだったんですよ。でその頃使ってたカメラは、カルツ・アイス・イエナのヴェーラっていうあのシンプルなレンズシャッター式のカメラで、やっぱりステップアップしてね、それでクーデルカはエグザクターを買って、それで広角レンズ、それでアンナ・ファロバ女子がドレスデンに行く時にフレクトゴンの 35mm を買ってきてくれとお願いしたらしい。それでアナ・ファルバがドレスデンに行ったら、たまたま、あドレスデンじゃない、あのベルリンに行ったら、たまたまフレクトゴン 35mm が在庫がなかったんですね。でその代わりにアンナは、25mm、それから 10mm、 焦点距離の短いフレクトゴン 25mm を買ってきて、それをクーデルカに渡したと。ここら辺が面白いんだよね。要するに、まあ、あのクデルカの一連のシリーズの例えばジプシーっていうのは、あのすごいドラマチックな描写で私もすごい好きなんですけども、あれは 25mm のちょっとこう、まあ、当時の超広角レンズで撮影されたから、ああいうドラマチックな人間関係のパースペクティブがこう描写されたわけで、もしもあの時にアンナ・ファロバが 35mm のフレクトゴンを持ってきたら、なんかあの一連の例えばジタン、ジプシーのシリーズなんかもあんな風にドラマチックにはねならなかったと思います。そこで面白いと思うのは、要するに写真家の表現なんていうのはなんかカメラ屋さんの在庫で決まるということですよね。例えば私が、オフラインで行ってる唯一のカメラ屋さんって今は、宇都宮荒木町のガラクタ屋さんなんですけども、ガラクタ屋さんの在庫というのが私の写真表現にはかなりね影響してますからね。というようないろいろなバックグラウンドで1968の8月の26日だっけ、あの時にクーデルカは、ソ連軍の戦車とそれに対抗する反対する、市民の姿を撮ったんですね。でその時の実は記録写真っていうのも変だけれど、本当に、クーデルカが現場にいたっていうのを記録されていたんです。それ20年前に、ビロード革命を記録したあのハードカバーの立派な写真集があってね、それで数人の当時ずいぶん前だよね、1968年の8月の終わりなんだけども、それを記録している数人の写真家がで構成されている写真集なんですけども、それで2年前の2月にさ、私の一番古い大切な友人、プラハの P というふうに私が新潮社から出したプラハのストーリーでは、匿名という意味でプラハの P と書いてる。
本のタイトルは屋根裏プラハというんですけども、これ、月刊誌文芸誌の新潮に2年間24回連載されたもの、それが単行本化されて新潮社から、出たんですけどね。それでその屋根裏プラハの中で主要な語り部となっているのが私の古い友人のプラハの P ことパベル・バッハ。彼はね、残念ながらが2年前の、ちょうど今頃かな、80歳という若さでね、コロナで亡くなっちゃうんです。それで、まあ、新潮の文芸誌にその後私は別に、原稿を書いてプラハの P コロナに死すというね、追悼のエッセイっていうのも変だけどね。それでそのプラハの P ことパベル・バッハが1968年の8月の26日だっけ、現場を撮影しているヨセフ・クーデルカをね、彼はライカで撮影してるんですよ。でプラハの P が持ってたのは、これはすごいよ、ライカ MP なんだよ。今だったら300万円以上するよね。そのカメラでライカで、首からエキセクター 2B にプレクトン25ミリをね下げたヨセフ・クーデルカを撮影してる。でその写真がさっき言ったあのビロード革命のねを記録した写真集に出てるんですよね。で私なんか変わり者だから、クーデルカが首から下げてるカメラが間違いなくエキゼクターの 2B であることをね、高倍率のルーペで確認したりなんかしてるんですけどね。まあだけどもうちょっと話を進めると、まあ今の西側世界っていうのは変だけども、要するにクーデルカはいわゆる自由のために戦って、それでボルシェビキ世代のチェコから脱出した国の英雄だみたいにね言われてるんですけど、事実はちょっと違うんですよね。そこら辺ね、彼は、まあ、西側に出国できるビザを持っていて、それで西側の国に出国してそのまま帰ってこなかったというだけの話なんですよね。だから逆にプラハのジャーナリストで、クーデルカのことをあまりよく言わない人もいるんです。つまり 裏切り者という言い方はあまり良くないけれども、ちょっと全然77件勝で戦ってた我々と方向は違うんじゃないかというふうにね。それでまあそういうプラハにずっと住んでたジャーナリストから言わせると、ヨセフ・クーデルカはアンリ・カルティ・ブレッソンに、このここはあんまりいい言葉じゃないけど、取り入って今の地位をねなんかすごいね、日本の政治家みたいだよな、そうなっちゃったな。そんなね、話もね、プラハに住んでいた時聞いてました。それでまあ35ミリをクーデルカに、35ミリレンズをクーデルカに注文されて25ミリ、ね、のレンズを買ってきたアンナ・パルバ女子後の工芸美術館の館長さんですけれども、この人に関してはよく言われるのは、ボルシェビキがあれだけ厳しいのによく彼女の自由な意志と勇気で西側にたびたび行けたねっていうのを褒める人がいる。これも間違ってる。アンナ・パルバさんはフランスのパスポートを持ってたんですよ。だから行けたんです。別に強い意志を持ってたとか自由の戦士だから行けたわけじゃなくて、彼女の持っていたのがフランスのパスポートだったんです。というのは、ご両親の再婚した、相手がフランス人だったんですね。そういうことで、なんかそういうのってどんどんほらこう神話になっていくじゃない。そういうね、でアンナ・ファラブバさんは、アンナ・ファラブバはかなりの量の美術評論をやって、それで彼女はさっき言ったチェツケ・クロムロフの出身なんだけども、亡くなった直後だったと思うけれども美術評論集が出たんですよ。厚さがそうだな、このエキザクターの高さぐらいのすごい立派な美術評論集で、でその美術評論集を出したのは
私も知ってる出版社で、プラハの出版社で、ヨセフ・スデクの立派な写真集を出したところなんですけどね、なかなか優れた出版社で、でまあアンナ・ファラバの追悼という意味でもないけども、あのプラハ の大きな本屋さんでそれを買って、それで手に取ってね、でその時あのコロナで亡くなったパヴェルと一緒に近くの喫茶店に行って、それでその本はチェコ語ですからね、私が持ってても意味がないから、一緒にいた、プラハの P ことパヴェル・バッハにプレゼントしたんですよ、ね、だからそれからそんなに10年も経ってないのにね、アンナ・ファラボさんと一緒に、パヴェル・プラハの P もね、なんか昇天しちゃったっていうのは、なんとも言えませんね。というわけで、まあ、ヨセフ・クーデルカが使ってたのと同じエグゼクタ 2B の話を、というかね、いろんなクーデルカの話とか、アンナ・ファラボの話とか、そういう話を、しました。あ、それでさ、そのバートラフ・ハヴェルね、あの共和国のビロード革命の大統領なんですけども、あの大統領を辞めてからね、ちょっと健康を害してるみたいだから、あるパーティーで会うことができたんですよ。でその時にあのプラハの P さん、パヴェル・バッハもなんか元気だったから、それで、あの、まあ、大体パーティーっていうのはギャザリングですごいね混んでるんだけども、そしたらパヴェルが私に、ほらほらあそこの奥に行って、今あの人と話してこっち側向いたあのグラスを手にしている人、あ誰だか分かるかいって言うから、私は分かんないから、いやちょっと分かんないな、どこかの大学の先生みたいだねって言ったら、私のパヴェルは私の肘をつついて、よく見ろ、バートラフ・ハヴェルだよ、大統領閣下さっていうのね。それで連れて、あのプラノピエ私を連れてって、元大統領閣下を紹介してくださったと、そんなストーリーもありました。今日も聞いていただいてありがとうございました。ためになったという方は、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いします。